はい、どうもこんにちは、ピアさんのゆうですね。今回は泣き虫の新衣装を使っていこうかなと思います。さあ、これでやっていくんですけども、お、早速変わってるな、これ。うん、木変わってるわ、やっぱり。え、めっちゃ可愛くない？ハートっぽい、すごいいい感じのなんか氷っぽいやつがあるんだけど、サバイバーはどこでしょうか。あ、いるね、ここ。とりあえず感謝設置して、あ、いるね、これなんとか。まあ、加速なりなんなりして、お、これいけるんじゃないか、ワンちゃん。おい、オッケー。ついよ、なんだこいつ。あれ、もしかして泣き虫情報修正するまでもなく最強か、これは。まあ、ということで、とりあえず、まあ、高速でね、もうこれ以上のないような速射を取れたので、まあ、このまま釣っていきましょう。あ、なるほどね、ハートじゃないんだ、なんか氷のなんか塊みたいな。なんかさ、コナンでなかった、めっちゃ昔のコナンの映画で、なんだっけ、スクランブルエッグじゃなくて、なんだっけ、なんちゃらエッグみたいなやつの、なんかあれに似てるわ。伝わるかな、多分コナンファンは、あ、あれのことねってなったはず。なんだっけ、あ、しかもコナンファンといえばあれですよ、コナンコラボが決まったらしくて、日本版はまだだけど中国版は確定で来るらしいっていう話は聞きました。 おこれ水曜泣き虫待ってるだけでいいじゃん。なんだっけ、イースターエッグだったっけ、なんか忘れちゃったんだけど、そんな感じのなんかあったよね、なんかマトリョーシカみたいなやつそんな感じの話があったんですよ、めちゃめちゃ昔にね。さあ、これで、2釣り目と。これもうサバイバー終わりじゃない、暗号機5台のまま仕留めていきたいところではあるけど、超高地さすがに狩るの難しいかな。外しちゃった、マジか、それきついな。これ OK、 戻れるの、完璧な救助されたんだけど、まあ、こっち側救助来ちゃったから、まあさすがにね、こっちが狩るのは無理でしょ。 OK、 いいね。あれ、泣き虫クソ強いんだけど魂当てるだけでサバイバーが吹き飛んでいくんだけど、さあ、とりあえずこれで接近して、よいしょ、 OK。 さあ、これでダウン確定を取っていく。これね、浮いてる魂のやつは、幽霊のやつつけてるんで、衣装だけの効果じゃないです。魂の形が変わってるのは、携帯品のやつで、で、このね、木とか、枝の中、根っこみたいなやつは、衣装の効果で変わっておりますと。いいね、幽霊のやつとめちゃめちゃ合うね。幽霊のやつがもともとなんか青っぽい感じだから、それとすごい合うわ。これで設置して、1個目を当てていく。OKOKOK。さあ、消炎球早いな、これ。あ、惜しい。あ、さすがに無理だった。さあ、とりあえずこれで、まあ、起こされちゃうかな。OK、間に合った。よし、じゃあこれ最後ラスト、監視者置いて終わりかな。めっちゃ早くね、これ。試合時間3分もないんじゃないの。まあね、こんな感じで、まあ今ね、55ランク戦をやっているんですけども、まあこんな感じでね、4釣り3回やって、今日の報酬をもらって終わろうかなと思います。さて、2戦目やっていきますかね。境界ですね。いや、なんだかんだ泣き虫も今後ね、修正が来ると思うので、多分修正前の泣き虫やるのはこれが最後かもしれないね。どうなんだろうね結局まだ修正は大型アップデート、まあ、そのキャラクターのさ、この間紹介した弱体化だったり強化だったりっていうのは、いや、ここ野人かよまあまだしばらく来ないと思うので、まあ、あの修正がどうなるかって感じですよね。あ、ここにいる担当者、これだいぶいいねってか、野人がいたら怖いなと思ってこっち側に来たのに、そっち側で野人を引くっていうね、運のなさ。これは、あー、殴れないか。もう1秒ぐらい遅く魂引き寄せてやってたら今殴れたかもしれないな。ちょっとこれで1個設置して、よいしょ。泣き虫ね、強化後になったら、存在感マックスになった時に魂打ち返せなくなるんだけど、まあ、それを抜きにしても結構強いと思うんだよね。だって、え？なにこれ？ジョージノーワンか、このキャラクター。最強じゃん、こんなん。とりあえず、これ感謝置いて、これ。まあ、早いよ。まあ、それ対策の準備中だと思う。なんだまあ、いや。まあ、結構ね、多分、泣き虫使いの方とかからしたら、打ち返すのきついよって思うかもしれないけど、でも別に、それよりも、そのなんだろう、魂の領域が出たら、足がめちゃくちゃ遅くなるっていうやつの方が俺きついと思うけどね。しかも、泣き虫の、その、足めちゃくちゃ遅くして、その遅い状態で、そのサバイバーの周りにまとわりついた魂を使って、木の範囲外でも魂を一発当てて、狩るみたいな動きできる方が絶対強いと思うけどね、俺は。どうなんだろう、わかんない。おお、来た。そっち側から来たのか。まあ、でもこれとりあえず、まあ、野人降りたタイミングで、なんだそれは。降りたタイミングで当ててしまえば大丈夫。さあ、ここだ。え、何その、うわ、逆に立ち止まって避けてきた。変に変催見しちゃった。でもこれ半分超えたよね、今。オッケーオッケー。まあ、これはとりあえずね、野人ダウン取ってとか、あれが危機一髪なしか。それは読んでなかった。これうまいことやれたらいいんだけどな。ここだ。いい、オッケーいいね。魂の中引き寄せるビヨーンみたいな音、なんか消えてるくない？ところどころ消えてる気がしなくはないんだけど、大丈夫かな。よし、じゃあこんな感じで向こうから来てるやつをとりあえず、うまい、微妙なとこだけど、一応これで先に飛ばしちゃうか。
そのまま守って泥沼にしてもよかったけど、まあさすがにそれだとちょっと怪しいかなということで、先にね安全に釣って救助された野人よりはまあ袋かな、うん、袋先に倒すか、袋じゃねえや、あ、これ野人やりそう、オッケーオッケー、感謝強いな、マジでもうお手軽に強い。さあこれで袋を使う、え、何使わないんだと、俺の完璧な袋受けが読まれた。なんかちょいちょいさ、なんか普通に攻撃殴った後の音もなくないこれなんだろう、新書のバグかな、わかんないけど、ちょいちょい効果音が消えてる気がする。よし、とりあえずこれで、泣き虫じゃなくて野人を2釣り目と。これ救助来るのかな、術師結構遠い位置にいるから救助来てないね、これは。まあ見捨ててなんとかハッチ逃げ目指すために通電目指す可能性は高いかもしれない。さあそこの、木が消えて、あ、それ袋残ってるからな、これ外さなかったら大丈夫、当てて、おい、オッケー、まあ、これは強いよな、弾き返しの方が、うん、多分今みたいなその弾き返しメインの救助狩りっていうのは、まあ、強化後はできなくなるけど、まあどうなんだろうね、難しいとこではありますけど、まあ、これとりあえず、まあ、4釣りしなきゃいけないので4釣りしていきますか。1個目出して、おお、出ていく、いいね、まあ、とりあえずここで感謝も設置して、まあ次の泣き虫の魂が使えるまで待ちますか。さあ、とりあえずこっちが設置して、あ、いいね、ちゃんと避けるで避けていく、ここでとどまらせた方が良かったかな。さあ泣き虫の魂、いやこの範囲外で使えないのかな、きついよな。さあとりあえずこれで、よいしょ、 OK、 まあこんな感じでね、ダウン取ることができたので、もうポンポンね3戦目やっていこうかなと思います。さあやっていきますかね、3戦目これをやって、報酬をもらいたいかなと思います。さあ相手は炭鉱師、また境界観、炭鉱術師、祭司、調香師、炭鉱と術師めっちゃ人気だな、ってか術師奥根さっきから毎試合いる、あ、ここにいるんだ、あれだ、まあ、さっきみたいに野人がいないからそれはありがたいんですけども。さあ裏に隠れてる、誰でも追えるっていうのがいいね、この編成は。あ、呪術師ファーチェリス高くないこれ、魂、まあこれで加速だけして、まあ何の意味もない加速でしたけども、殴っていいよ。さあこことどまるんだったらもうやれちゃうけどね、とりあえず、あ、 OK、 とどまってくれてる、まあ、今回は破壊力3を振ってるので破壊 しつつ、あ、危な、そこ倒したったら終わりじゃね、 OK、 強っ久々に使ったらやっぱ泣き虫も楽しいな、全然楽しいよこいつ、なんかなんかアントニオ使ってるとさ、なんかその弦の、あ、なんかいる、これは危ね、これよいしょ、これどういうこと、しかもなんかめっちゃしゃがんでるしなあ、どういうこと、あれ判定座れるのか、まあ速球させれるか、それはそれでいいかな、いたたたたたたた、さあこれは安全にね殴っていくとあれがなかったらな、もっと速球とかなんかワンチャン救助狩りとかできてたんだけどな。まあ1回目スタン使わせる、何の話してたっけ、あ、そう、アントニオとか使ってるとなんかその弦を設置するそのなんかもどかしさ、その精密さがすごい問われるけど、もう泣き虫ワンタップでいいからそれがすげえなんかいいわ、楽しいわ、何も考えなくていい。で向こう側にいる炭鉱者のところに寄せていきますか。もう一回磁石使われるかもしれないけど、使われてでも向こうに寄せる方がいいとは思いますと。いやーこれもね、ワンチャン暗号機5台分残してあるな。でも救助ぐらいできなかったからさすがにきついかな。あ、結構まあ3、4割ぐらいか進んでるな。よいしょと、隣失礼します。いやさすがに無理か。よし、んで調香師に締め手配ついてくれると。どうしようか、街が逃げてるかワンチャンこれやれないかな。あ、もう賢い、もうそっちが言ってたかな、僕側のポジション行ってくれるかなと思ったりもしたけども。さあこれで届くかな。いやさすがに磁石あるかな、いけ、いやー、まぶりか、まあ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 、じゃあとりあえずこれで磁石を使わせることに成功したので、そのままね救助狩りの方をしていこうかなと思いますと。お、来た、早っ、もうそんな来てたか。いやーこの位置救助狩りできるかな、これいけるんじゃない、いや惜しい。じゃあとりあえずこれで、これ半分超えるんじゃない、あ、オッケーオッケーオッケー、まあそうだよね、そのタイミングになってくると救助はなかなか厳しい。よいしょ、さあそうしましたら、まあ、普通にこれ最新狙いでいいかな、1個、あ、惜しい見えない見えない、木が邪魔ででかい、でも過去一この木見づらいかもしんないななんかね枝の感じとかすごいなんか青色で、その足跡の赤とかは別で色的には見やすいんだけど、その木本体がでかすぎて木本体はちょっと、うん、見づらいかもしんないね、うん、分かんないけど、でもこうさ根っこはすごい見やすいよね。俺さあの UR 衣装のなんか王様みたいな泣き虫の衣装あるじゃん、あれがすごい足跡見づらくて、個人的にあれが一番使いづらいんだけど、泣き虫の衣装の中で、うん、あ、特に足跡見失っちゃうんだけど、でも足跡を見失うとかないかもな、この色はめちゃめちゃありがたいわ。さあとりあえずこれで炭鉱回復したのか、だったらまああそこの墓場の方から来るかな、うん、耳鳴りもしてきたし、
か、めちゃめちゃ大外回って、あ、なんか、カラス飛んでる。あっち側、木が消えた通知だよな、それ。さあ、どうしようか、これ。まあ、多分さっきもカラス飛んでた方から来るけど、一応ね、大回りで、あ、いたいたいた。で、向こうでバチバチなんかやってくれてるから、これはもう、もう魂を当てて、もう終わりよ。さあ、これで、もう消えたかな。オッケー、こう、当てろ、絶対当てろ。よしよし、オッケー、オッケー。いやー、でもこう考えたら、これがないできなくなるって考えたらなー。打ち返しがなくなるのきついかもしんないな。打ち返しでもしたとこでだからな。どうなんだろう。それ以上にやっぱり、その存在感溜まるまでのこの、それ以前がやっぱり強くなる方が俺は大事だと思うけどな。さあ、とりあえず、なんか、カラス待ってないか、あれ。もしかしてだけど、カラス待ってない、これ。まあ、一応4つ目死に行きますけども。落ちとるやんけ。かわいそう。これは、55ランク戦で味方落ちるっていうな。かわいそうな、これは。さあ、とりあえずこれで、まあ、4釣りすることができたので、まあ、今回の動画ね、まあ、これにて終わろうかなと思います。まあ、次回強化後の泣き虫でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あとツイッターもやっているので、よかったらフォローしてください。それでは次の動画で、バイバーイ。